てます。鈴木唯人振り向いて左足打つか、相手は畑山のシュート。そうです、北海道のクラブならではの事情もある札幌です。さあそういう中で1点リード札幌、追いかける清水、感じられませんでした。逆にエスパルス、鈴木唯人のカウンター持っていくスピードがある、はい、相手ゴール前に迫れるんですよ、はい、鈴木唯人が行く、鈴木唯人の左足、握るような展開、ここで清水、山原から鈴木唯人、原田戻りますが、いや、いいワンタッチでしたね、鈴木唯人、そして今度は後藤、鈴木唯人、さあ前を向いた、鈴木唯人、シュートだ、同点、鈴木唯人、1対1、見せましたね。来ましたね、鈴木唯人、今シーズン初ゴール同点。鈴木唯人、非常にスピードがあります。この鈴木唯人、鈴木唯人が行く、鈴木唯人が打つ、鈴木唯人ドリブルスタート、スルスルっといった、鈴木唯人行った、鈴木唯人柔らかいコントロール、トップスピード乗った、低いボール、サンタナ混戦になる、ここに鈴木唯人です。1月には日本代表合宿にも初めて招集されました鈴木唯人、鈴木唯人だ、ここからの推進力、スピードを生かしたいところ、鈴木唯人、さあ神谷を見ていた、山原から入ってきた鈴木唯人、鈴木唯人の左足、縦パス、鈴木唯人が前を向く、左足で打ってきました、鈴木唯人前で運ぶ、鈴木唯人強いな、持ち出す距離を変えた、おお緩急で抜いた、白崎中山がかなり中に入ってます、鈴木唯人、鈴木唯人もう一回打つ、こちらこのクロス、お抜けてきた、そしてさかわしてシュートきた、鈴木唯人先制点、鈴木唯人変化した、日本先制、はっきりした方がいいですね、10番鈴木、ここでもうボールを奪われない、キープする、ここは個人技の高さを見せました、そしてさあ前を向いて鈴木唯人、鈴木が行く、自分で勝負に行く、前に進んでいきました、いいドリブルでしたね、そして藤田がボールを奪って前を向いた、切り返す、シュートに行った、ここはキーパーアルサンビに阻まれました、あのこう非常に逆に効果的に時間を使える、そんなようなアタックになってるかもしれないですね、連れてきましたけど、はい、なかなかチームにうまくね、進んでいなく変わりましたからね、原クロス、鈴木唯人、決定的なヘッドでした、鈴木唯人、ボランチは鈴木徳馬と奥野の2人になっています、鈴木唯人、鈴木唯人、鈴木唯人からうちの前ボールにして、鈴木唯人が前に運ぶ、さあ彼らしい形で入っていきますが、縦パス鈴木唯人に入る、鈴木唯人ドリブルで運んでいく、うん、鈴木唯人がまだ持っていく、少し運んでいきながら鈴木唯人、鈴木唯人持っていく、鈴木唯人、神谷が右、おお鈴木唯人ナイスキーパー、斜めに入れた、大井健太郎から鈴木唯人が奪い返して左足打つ、杉本のパスがちょっと流れました、入れ替わった、鈴木唯人がゴールに向かった、チャンス、清水引きつけて打ってきた、2戦連発鈴木唯人、鈴木唯人です、鈴木唯人クロスを入れた、そこでね、うまく触れればいいわけですから、目的はゴール決めることですからね、お抜けました、岸本ビッグチャンス、岸本原、そして竹内から縦パス、鈴木唯人へ、そしてベンタミンコロリ、鈴木唯人裏を狙う、その鈴木唯人ヒールで残してというところですが、さあ鈴木唯人、鈴木唯人キレのあるターン、クロスボール、サンタナ、そしてその宮本がまたもらう、うまくここは剥がした、さあ鈴木唯人、おお後藤へ絶妙なパスでしたが、浮き玉のパス、ヘディング、中山、さあ原から鈴木唯人、後藤のシュートだ、
せて鈴木唯人は右の高橋へ。さあ追い越してきます。鈴木唯人ヒールパス入れ替わった。ハンダーマイナス。ワンタッチで鈴木唯人前を向いた。鈴木唯人がうまく体を入れて、しかしこの辺りもかなり厳しいです。藤井の守備です。まあどのチームもちょっと苦労している面はありますよね。で少しね清水の焦りも合いやすいってこともあるんですよね。はい、ますかね、コンディションが悪い分でもやっぱり何を光らせているかというとやっぱり彼の技術ですよね、はい、あと経験はもちろんですけどね。さてここは奪った鈴木も間でつないで白崎、うん、鈴木唯人、ここで鈴木唯人が戻りながらキープ、はい、激しいディフェンス。ボールを奪った鈴木唯人、鈴木唯人折り返した、シュートだ。サポート松木のところでブロック。清水いいプレスですね。ジェノサンタナ左足かください。上ありません。松本に対して激しくいった鈴木唯人、鈴木唯人左にジェノサンタナ、サンタナ左足。またしてもフリーだ鈴木唯人。いやいいですね。逆サイドを見ています山原。サイドを変える、これが通る。筑波大学出身のルーキー山原レオン。さあフリーで受けて縦パス中山、左足打てるか。シュートだ。さあいいシーンも残りました。いい形で受けました鈴木唯人、折り返しオセーフ。高い位置でボールがあった宮本、鈴木唯人前向いた、宮本だ。ただ鈴木唯人サンタナの元にこぼれてきてワンタッチで鈴木唯人折り返し、ヘディングシュート、宮本でしょうか。宮本のヘディングです。決定機清水エスパルス。中山です。おお栗原、高橋のパス、鈴木唯人足元に入れたチャンス、中山左足。竹内から縦ワンタッチで鈴木唯人の落とし、竹内から縦パス、鈴木唯人前を向いた、そして神谷を使う、そして鈴木唯人のクロスボール、おっセーフ。左足ゴール前、チアゴ・サンターナ、そして白崎、白崎を狙った、ナイスキーパー。あと白崎のパス反転、鈴木唯人、いやスルーパスを出した、中山が抜けたチャンスだぞ、右足で狙った、佐藤ケインだ。いや鈴木唯人シュートだ。グランダーで鈴木唯人へかわした、鈴木唯人、鈴木唯人押し込んだ、細谷です。いやー今何でしょう、鈴木唯人左に持ち替えてフィニッシュだ。ゴラッソ出ました、鈴木唯人。すごい前に入れたコースがかヘディング、チアゴ・サンタナこぼれ球打った、飛び石の枝、もう一回こぼれ球、鈴木唯人、鈴木唯人です。こぼれを2度打って最後鈴木唯人で仕上げました。0対2、36分大きな追加点です。